ドジッコサキュバス召喚召喚、ドジッコサキュバス召喚召喚。モーガン・フリーマンが出たぞー、モーガン・フリーマンが出たぞー。ペペ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 。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。意味が分かった方いたら、クオカード1万円分とか差し上げていいレベルですね。ちゃんと意味やストーリー性があります。そこにはメッセージ性が必ずある。というわけで今日の動画はですね、超気になるインディーゲーなんですけれども、こちらを紹介したいと思います。ちなみにインディーゲー好きな方いる？インディーゲー紹介している再生リストみたいなのを詳細欄に貼っておりますので、気になる方いたらよかったら見に行ってください。待って待って待って、まだ行かないで。まずはこの動画見てからにしよう。今日ご紹介するゲームはこちら、アンダイン。ゾンビ系の世界のポストアポカリプスものなんですけれども、母親がゾンビに噛まれてしまって、間もなくゾンビになる。残された時間に息子を成長させ、ゾンビの世界でも生きていけるようにするという、ちょっと変わったサバイバル系のゲームとなっております。ゲームのコンセプトだけですげえ引きつけるものがあるんですよね。というわけで早速ゲームプレイ見ていきましょう。さあ、では、アンダイングゲームプレイね、見ていきたいと思います。もう早速 BGM もすごい雰囲気ありますし、グラフィックの感じっていうのはまあすごい超グラフィックとかじゃないんですけれども、味がありますね。これからこの親子にまあ過酷な運命が待っているのかなとかっていう雰囲気がもう存分に出てるんですけど、まあそれだけになんかこう左下の連絡するっていうのがなんか妙にメインについてくるんですよね。もう連絡したろうかなってちょっと思ってるんですけど、まあやっていきましょう。まずゲームの難易度を選びます。生きている、挑戦する、劇のストーリー。あー、これやっちゃったね、これね。これやっちゃいましたね。これ翻訳ガバガバのやつですね。これ多分サバイバルモード、チャレンジャーモード、これがストーリーモードですね。翻訳は結構ですね、Google 翻訳の翻訳ですね。まあでも結構会話はシンプルなので、そこはうまく脳内で変換していきながらっていう感じですかね。ちなみにこのゲーム結構難しいです。このデフォルトのこのサバイバルの難易度だと、なかなか結構大変な体験が待っているかと思います。ですので、まあ、ストーリーが気になってストーリーを進めたいなっていう方は、このストーリーモード、劇のストーリーの難易度を僕は推奨します。まあ、歯応えのあるゲームプレイが好きな方は、サバイバルでいいんじゃないかなとは思いますけれどもね。私はもちろんサバイバルモードで挑戦します。It's been 4 months since the outbreak first hit.Mom, where are we going? Somewhere safe, Cody. Will Dad be there? I hope so. Cody, get behind me!だいぶ翻訳で損してるーとかちょっと思いつつもなんですけれども、ゾンビの被害が出てから4ヶ月、この親子はですね、安全な場所に避難しようとしたタイミングでゾンビたちに襲われてしまい、母親は噛まれてしまった。感染しきってしまう前に、息子を成長させなければいけない。なんだかんだで家に戻ってきましたよ。といったところからゲームがスタートします。オープニングはね、ちょっとはしょらせていただいております。というわけで、まずこの家の中から探索するんですが、まずは息子のコーディをね、よしよししてください。よしよしから始まる。まあ、愛情から始まります。ちなみにこの後もっとすごいことができますが、それはその時にお話しします。家の中にあるものをいろいろ調べていきます。ビスケット。まあ、食べるものとかね、飲み物なんていうのはサバイバルゲームの基本だ。台所があるけど壊れてるので今は使えません。修理するための素材があれば使えるようになります。水道も壊れてます。作業台も、クラフトするための作業台も、ここでは回復アイテムを作れますが、もちろん壊れてます。この家に無事なものはベッドぐらいしかありません。と思ったらアイテムボックス、ロッカーが生きてました。素材になるものは全部入れておきましょう。ロッカーに入れておけば、素材は効果が発揮してくれます。はい。というわけで、外に行ってます。外ではすでにゾンビの群れがーと思ったんですけど、意外とすぐ外には何もないです。でこういった、資源を漁ってるところをコーディに見せてください。じゃあコーディ学習します。母親が行動を取った部分をコーディに見せることができますので、コーディにやらせることもできます。こうすることでコーディ自身のスキルもアップしていくんですね。スキルツリーとかもあるんですよ。それは後ほどお見せいたします。ちなみにこうやってコーディの手を引いて、動くこともできます。なんかそういうゲームあったよね。さあコーディどんどん調べて、調べるだけで取るのは母親。さあ新聞とかも落ちています。翻訳ガバガバなんで読みませんでした。トゥーン調のグラフィックではあるものの、ちょっとグローいなんか蝶みたいなの出ちゃってるよ。子供にこんなものを見せてはいけませんって思ってたら、母親もそれらしい懸念をしております。そうだよね。一応世界は過酷なんです。母親はゾンビに感染してます。危機的状況です。この家には誰かがいます。写真が落ちてましたね。この家の家族の写真ですかね。どうやら両親が戻ってこなくなったようですね。すぐ戻ると言って出かけたらしいんですけどね、戻ってこないということで、これきっとダメなやつなんだと思うんですけれども、その結果はまだ分かりません。戻ってくるかもしれませんし、ここの人とは何度か会話をやり取りすることができます。果たしてこの家の子供はどうなっていくのか。ちなみにこの噴水からですね、水を取ることができます。まあ汚れた水なんで飲むとダメージを食らっちゃうんですけれどもね。でも水分とか食料はかなり重要です。黙っててもやっぱりね、そのゲージは減っていきますので、確保に勤しみたいところですよね。さあそんなわけでね、ゾンビがいない家の周りだけでも結構な素材が集まってきましたね。これらの素材を使って、作業台などなどを直していきたいところですね。まず私が目をつけたのはこの作業台だ。なぜならここでは武器なども作れる。武器大事でしょって思っちゃったんですよ。もちろん、今の作業も息子に見せておきましょう。どうやら学んでくれたようです。そして学んだことによってコーディのスキルが解放された。とはいえまだスキル覚えてないけどね、いろんな行動を見せていくことでコーディはどんどん学習していきます。コーディもね、スリングショットを使って戦ってくれます。コーディの目の前でゾンビを15体すりつぶしましょう。ね。そうするとコーディが強くなってくれるぞ。スキルの種類は全部で3つ。作成、生きている、戦闘。生きているっていうのはサバイバルっていう意味だと思います。他の2つはなんとかわかるかな。何はともあれ、治った作業台で早速バットを作ってみようかなと思います。この後棒をこじ開けるってこれ意味おかしいけど、このバールも結構ね必要だったりします。開けられない箱とかを開けることができるので、さあそんなわけでバールとバットを作っておきましょう。コーディしっかり見ておくんだよ。さて鍵がかかって出られなかった庭の方に出てみましょうか。するとあらやだ、偶然なんとですね、罠にかかったゾンビとバットが落ちてました。ここで戦闘のチュートリアルなんですね。これどういうシチュエーションなんですか。バットをまず拾いまして、もうコーディ怖がってますね。さあバットを拾って装備してターゲットして殴る殴る、殴る。大丈夫だよコーディ、安心して。怖がってるコーディにすぐさま駆け寄り、なでしこしてください。なでしこって何なのなでしこが、これがなでしこです。もうなでしこゲーです。コーディが怖がったらすぐになでしこしましょう。翻訳ガバガバのゲームってすげえクソゲーになっちゃうか、間違って面白いゲームになるかのどっちかなんですが、なでしこのおかげでこのゲームはギリギリセーフな部類に入っております。っていうわけでね、スリングショットを手に入れました。何度も繰り返しトレーニングして、なでしこコーディのスリングの腕を磨いていきましょう。練習用の的が壊れたら木材を使って直すことができますが、直さないでください最初は直さないでください。これ私直しちゃってるんですけど、多分直さない方がいいと思います。これのせいで私後で大変な思いをしますが、それは後ほど。木材使いまくっちゃった。さあなでしこスリングショットトレーニングだ。夜も更けてきた頃、何やらテレビが、このテレビからね、ひょっとしたら地下鉄に行けばなんか脱出避難のためのヒントがわかるかもみたいな感じになって、翌日地下鉄に向かいます。というわけで寝ます。母親に残された時間はわずかしかないので、一日も早くね、コーディを成長させていく必要があります。寝るとお腹が減り、喉も渇きます。ここでセーブができます。セーブしましょう。寝起きなのでね、水を飲みます。まあ、使用は母親と、息子コーディの両方にそれぞれ使ってあげないと良くないよね。できればコーディから飲ませてあげたい。ちなみに調理台はまだ修理してないので、料理ができません。早く直せばよかった。この辺直すのにね、木材とか結構必要なんですよ。で、汚れた水もここで綺麗にすることができるんですけど、キッチン直してないので、まだできない。やべえ、木材取りに行かなくちゃ。さあ、では地下鉄に行こうと思いきや、ここのね、スーツケース、これさっき作ったバールで、バールのようなもので開けることができます。コーディちゃんと見ておけよ。さあ、この中に牛肉の缶詰、よし、これ食料マジ大事。こっちだな。この境目に行くとマップを移動することができます。さあ、荒れ果てた町に行こう。ちなみにマップ移動すると時間が経過します。ちょうど画面のね、中央一番上にですね、今ちょっと見えないんですけどね、いいアイテム手に入ったなとかってちょっと思っちゃってます。あ、リュックサックいっぱいじゃん戻りましょうこれ戻ったらまた時間かかるんだよ。時間がかかっちゃうんだよ。さっき言いかけましたけれども、1日のうちの時間がね、画面中央真ん中上ぐらいに書いております。どんどん時間が過ぎていきますね。母親に残された時間は少ないので、無駄な行動をどれだけ少なくできるかっていうのはとても大事です。今みたいなのね、やっちゃうとね、痛手ですね、痛手。さあ、というわけでね、さっき取り損ねたアイテムなんかを回収しつつ、ここも開けられそうですね。ちょっとバールで開けちゃおっかな。あ、やばい、ゾンビ来た。やばい、逃げてください。こういう時は逃げてください。真っ向勝負で戦ってもいいんですけれども、ダメージを食らっちゃうので、ダメージ食らうと回復するためのリソースも限られてるので、コーディを攻撃しやがったね、こいつ。そういう時は、獣捕獲クリップ、一番最初に庭に落ちてたやつですね。このように動けない状態にして叩くと、比較的ノーダメージで倒しやすいです。ですが、叩くためのバットや今使った罠も、耐久度がありますので、ずっとは使えないんですよね。あ、ちょっとコーディが弱音を吐いてます。こんな時にうまい言葉をかけてあげて、コーディを安心させてあげたいんですけど、翻訳ガバガバなんでどれ選んでいいか分かんないっていうジレンマです。これはね、翻訳ちょっといけてないゲームにありがちなやつですよね。翻訳いけてないのに選択肢出てくんじゃねえよっていうのは、そこはね、ノリとバイブスで乗り切っていきましょう。はい。地下鉄へ GO と思ったんですけど、他のところ見たくなっちゃって。何やら入れそうな場所がありますね。入ってみましょう。中ももちろん人が死んでる。なんか金庫みたいなのあるよ。パスワードボックス。パスワードなんか知らないよ。道を塞いでるスノコ的なものをね、バットで撲殺してください。バットでスノコ撲殺。パスワードは発見。使えそうなアイテムも回収。ビスケットが落ちてるんだけど、カバンがいっぱいになっちゃったよ。リュックサックもアップグレードしてもうちょっと入るようにしたいよね。持ちきれないので、一度撤収。再び突撃。さあ、今度こそ金庫を開けるんだ。わあ、めっちゃいいもの入ってた。結構いいよ、これは。お腹を満たすものや体力を回復してくれるものはマジで貴重。早いところ地下鉄行こうぜ。そうそう、ここなんですよね。地下鉄にレッツゴー。薄暗いですね。しっかりコーディの手を引いてね。なんか落ちてますね。何やら記事を読んでおります。おや、記事を読んだことで、主人公の母親が何かを思い出したようです。これは、夫のヤコブさんですね。お医者さんだったみたいなんですよね。こういう状況になったので、自分の使命を果たすために、母と息子を置いて、なんか医者を必要とされてるところに向かったようなんですよね。みたいなことを今、母親が思い出してるシーンです。母親も母親で、ゾンビに噛まれて、これから自分はゾンビになっていくんだっていう思いの中で過ごしてるわけですから、ゲームやってる方はそこを忘れてはいけないよねっていうことだと思うんですね、きっとね。でもちゃんと時々思い出させてくれます、こういうイベントで。そうだ、母親って残された時間で今やりくりしてんだなみたいな、そんなちょっとね、そんな感じです地下鉄探ってみましょい。ゴミを探る。ちょうどね、圧倒的有利。これは圧倒的有利だ。でも、バット届かないと思うんだけど、まあ、その辺はね、ヤコブじゃない。ヤコブじゃないよね。コーディ怖がらなくていいよ。ヤコブは夫だろうが。やってください。はい、なでしこタイム。はい、なでしこ。はい、コーディ喜んでる。これ、なでしこはね、重要なんだよ。まあ、何がどう重要なのかわかんないけど。プレイヤーの心になでしこは語りかける。拾ったこのログで、次なるヒントを手に入れました。Yes. さあ、現在23時30分。なんか変なマークが出てきました、心臓のマークが。実はですね、ゾンビの、菌に感染してしまうと、夜になるとですね、非常に衰弱するらしいんですよね。夜は寝なきゃ母親死んじゃいますので、夜になる前にできるだけ早く家に戻って睡眠をとりましょうと、その前に車、ここに車あるんですけど、次の目標はこの車を修理すること。そのための資源がスーパーマーケットにたくさんあるので、そこに向かおうぜっていう感じになります。まあなんていう説明をしてる余裕もなく早く寝ましょう。あ、ほら、チュートリアルで出てきましたね。0時から2時までの間は虚弱状態ということでね、アンリは突然死にます。へんてこな翻訳で没入感がそがれないように、皆さんぜひね、想像力をフル稼働させてあげてください。さあ、では廃墟スーパーに向かいましょう。廃墟じゃなくて廃棄スーパーって書いてあったか。荒廃したスーパーですね。さあ、この辺からね、ゾンビの数がやたら多くなるんですよ。クマのぬいぐるみいるんですけど、あれもゾンビですね。どういうこと？いますね。警官ゾンビですね。あ、ちなみにこの辺の車からね、ガソリンとかしっかり抜き取りましょう。車使いますんでね、ガソリンも必要になりますよ。さあ、こうやってね、ステルスしながら行くと、ゾンビに気づかれにくくなります。変なボタン押しちゃいました。ごめんなさい。だけど、結局ね、それなりにゾンビ倒さないと進めなくなりますし、動くのが大変なので、こいつはやっちゃいましょう。さっきのこの捕獲クリップ、これをまた使いまして、おびき寄せまして、さあ、この圧倒的有利状況を作り出して戦うんだ。でにゃ、さあ、なでしこする。なでしこ間に合いませんでした。なでしこ頭にもやもやもやって出てるうちにやらないとなでしこできませんので、なでしこは皆さん早めになでしこ急ぎでお願いいたします。バールも開けます。いろいろ手に入ってます。木材が足りてない。俺は木材が欲しいんだ。木材をよこしやがれ。そして滞りなく、あ、木材来たんじゃね。本当に来たよ。なでしこ、これなでしこじゃないんだわ。なでしこ間に合わなかった。ちょっとアップデで早急になでしこ受付時間を伸ばしてほしい、そう思ってます。コーディをなでしこするゲームです、これは。いや、違います。違います。やべえ、なんでこいつ生きのいいやつ出てきたな。どう見てもこいつ囚人だろ。さあ、まあ、そんなやつもね、クリップがあれば一発食らっちゃうけれども。さあ、 HP 見てください。結構きつくなってますよね。しかもお腹も空いてきてます。厳しくなってきましたね。そんなこと言ってると、なでしこが母親を気にかけております。なんて優しい子に育ったんでしょう、なでしこは。この子の名前ってなでしこじゃねえよな。油断してると死ぬので、ちゃんと回復しましょう。コーディ一人残して死ぬわけにはいかないっていう、そういう思いになれれば、このゲームへの没入感はおのずと上がります。食べ物も食べましょう。ビスケットじゃね、10ぐらいしか回復しないんでね、料理するのが一番いいんですよね。さあ、水も飲み、水ねえ。水がねえよ。なんてこったい。ゾンビの世界は厳しいぜ。ほら、なでしこがお腹すいたよって言ってるわ。このね、熊のゾンビむっちゃ硬いんだよね。熊のぬいぐるみ着てるからアーマーになっちゃってんだろうね。今は有利な場所で叩けてるけど、ね、こういう状況じゃないこいつが出てきた時に、結構厄介。やばい。一旦逃げて。これ一旦逃げて。ね。こうなってくると、まあ、やっぱりクリップが役に立つ。さあ、クマさん、こっちですよ。ショッピングセンターのね、マスコットキャラだったんでしょう。そんな彼を、私は撲殺するわ。すりつぶせ！クマをすりつぶせ！なでしこ！よし、なでしこ優先！よし、なでしこだ！よくやった、俺！喜んでる、コーディ。めっちゃいろいろ取ったんで、一旦帰ってきました。スーパーマーケットにはまだ入ってません。木材がちょっと溜まったので、どうしよう。キッチン直そっかな。食べ物にね、苦しまされることが結構あるので、キッチンはそれなりに重要だなぁなんて思ってます。最初に木材をね、コーディのスリングショットの的で使っちゃったのはあれ大失敗ですよ、本当に。これで水をきれいにすることができます。さあ、コーディ見とくんだよ、これ。あんたも後でやるんだよ、これね。あとは、戦ってるとやっぱり武器が足りなくなってくるので、バットをね、作ろうと思ったんだけど、木が足りねっつってんで、作れませんでしたよ。自利品。まあ、夜になったんで寝ます。で、この辺からですかね。寝るとある出来事が起きます。感染している母親は、その日ごとに感染症による何らかの能力が付与されます。能力っていうのはマイナスとプラス両方やってきます。まあ、ローグライクゲームにありがちなやつですね。まあ、その能力効果がある時間とかも決まってますね。例えば、ゴミの山を開けるたびに嘔吐して、水分が3減るとかさ。エネルギー不足によりバックパックに入れられる量が2減るとかね。その代わり、なんかこう、プラスの能力、攻撃力上がったりとか、そういうのもあったりします。正直どれも取りたくないけど、受け入れるしかないです。母親は感染してます。というわけで、バックパックに入れられる量が減った途端に2個荷物が落ちました。なんてこったい。今度ね、水の作成をね、ちょっとコーディにやってもらいます。ほら、コーディ。こうやって水きれいにするんだよ。おう、いいね。息子が成長していく。とはいえ、まだまだゾンビを目の前にすると怖がってしまうコーディ。武器が壊れたやばい。替えのバット持ってきといてマジでよかった。それにしてもそろそろ捕獲クリップも耐久度が減ってきたんじゃないかななんてちょっと思います。ちゃんと回収して、なでしこータイム！なんていう。なでしこってなんなん？あー、ゾンビ2体いるわ。2体同時に相手はちょっときついわ。なんとか1体だけをね、おびき寄せたいよね。1体だけ来てくれ。1体。ちょうどその奥にね、人が助けを求めてるんですよね。バット素振りして、それ早くコーディが戦えるようになってくれるとありがたい。戦えるって言ってもこんな肉弾戦じゃないですけどね。さあ、そんな感じで残りのもう1体もクリップで、これで使う時いちいちメニュー開かなきゃいけないっていうのがね、まあそういうとこちょっとね、若干その残念なところではあるといえばあるかもしれませんけれども、スピード感はあんまりないゲームという認識でいいんじゃないかなと思います。比較的戦略的な部分が重要。隠れてやり過ごすとかっていうのも大事だと思うんですけど、私はまだその辺うまくなかなかできない。ねえ、コーディ。難しいよね。さあ、この車の下にね、人がいるみたいなんだけど、まず物資漁って、布地を取ってから人を助ける。助けてください。言うてますからね。はいはい。ちょっと奥にモヒカンのゾンビいるけど。ほらほら。あんたよく生き残ってたね。こんな人も助けたりすると、物資をもらえちゃったりします。助けたお礼が鉄板。不思議な世界。そんなわけで目的地のスーパーマーケットに入ることもなくまた一日が終わりました。そんな中、コーディは何やら希望を見出してるみたいですね。やっていけるんじゃないか、そんな風にコーディは思ってるようです。これからやってくる母親の運命を知ることもなく、でもコーディを不安にさせるわけにはいけない。切ねえな、なんかそうやって考えたら。そしてここで私は工具台をレベル2にアップデートさせる決断を取ります。この決断もまあまあ謎。でもね、レベル2にすることで結構いいもの作れるようになるんですよ。いいものっていうのは、まあ、脱出のために必要な物資とか、なんかね、釣りしたり、ウサギ捕まえたりするような道具とかも作れるんですけど、今回私が作ったのはシャベル。いや、あるんですよ、これ庭に栽培キットがさ、これでね、ちょっと最初の方にミニトマトもらってるんで、ミニトマト作ろうよ。ね。いや、ほら、あるんですよ、これ。ミニトマトじゃねえよ。普通のトマトでした。ミニではございません。普通のトマトですよ。ね。これ水かけましょう、水をね。さあ、水かけて。言ってたらちょっとね、時間がすげえ遅くなったんで、やばい。死んじゃうんで、寝ましょう。いやー、マジで時間との戦いだわ。ね。で、寝たら寝たでお腹が空いて喉が渇いて、さらにマイナスのバフがかかります。ねえ。いや、でもなるべく影響が少なくて、プラスの能力があるものを取りたい。どれがいいんだかな。翻訳がね、がばってるからね、どれがいいんだか、よくわかんないんですよ。よくわかんないんです。いや、でもトマトはちゃんと作りますよ。トマトをね、ちゃんと植えまして、はい、植えて、はい、コーディ見ててね。はい、学んでます。コーディ学んでます。さあ、ちょっと水ね、コーディ、あんたがかけなさい、水。ほら。もういいですね。栽培はまだね、コーディできません。水かけるはまだもうできるんですよ。まずこうやってしっかり母親が栽培の姿を見せて、ね、収穫まで持っていきたいもんですけれどもね。まだコーディはやってくれない。なら母親がやるしかない。水はコーディにかけさせる。親子の共同作業。美しい。今まで缶詰とかばっかり食べてたんだけど、でんぷんがたくさん手に入ったんで、でんぷんでちょっとね、食事を。これがね、結構回復するんですよね。30ぐらいね、お腹すき量が回復するので、食事した方が効率はいいです。食べてみましょう。はい。はい。ほら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 、30も回復した。これでかい。これはぜひね、ちょっとコーディにも食べさせよう。でんぷんで作った、粗い食べ物を。コーディにはもっと美味しいものを食べさせたいわ。そしてここら辺で気づき始めます。あれ、ちょっと木が足りねえなって。木が足りないおかげで、次のものも探せないですし、武器も作れなくなってきてるんですよね。これはちょっとまずいぜ。そんなわけで私はスーパーマーケットの中に入って木材を探そうと、スーパーマーケットの前に陣取ってるちょっと強めのね、ぬいぐるみのゾンビをこう罠にはめて、この道を塞いでるね、これをね、壊してって、なんかわかんないけど、コーディに撤回してるみたいに見えるじゃん、これ。この角度。その角度で叩くのちょっとやめてもらっていいですか。さあ、この中に行くとスーパーマーケットですね。はい。ここがまた結構ね、ゾンビも多くて大変なんです。ステルスしながら進んでいきましょう。何かしらのメモ、金庫がありますね。しかし袋小路でゾンビに見つかって捕まってしまった。これはまずいです。これはやばい。一回振りほどいて倒れてるゾンビにオラオラとやっていくけれども、もうバットの耐久度もかなり減ってきてた。まずいですね。HP も減ってきましたんで、ここはしっかり回復したいけれども、回復用の包帯が少なめですね。コーディがね、コーディが成長してる。もう立ち向かうの怖くないって言ってる。コーディの確かな成長をね、体で感じつつ、怖がってますけどね。画面上では。ちなみにこのゲームはステルス中だとですね、ステルスしながら物資を漁ることができませんので、立ち上がらなきゃいけないんですね。ゾンビが近くにいるとリスクでしかない。そしてコーディが遅れてたので狙われてしまいました。まずい。ちょっと、しかもバットも壊れてしまった。ここで登場の鉄パイプ。こっちの方がね、攻撃力は高いです。この野郎、ゾンビ逃げき。強っ。鉄パイプ強ー。ビスケットありましたね。で、なでしこする間もなく、コーディは立ち上がる。さあ、どんどん見つけていきたいんですけれども、こんなところでね、リュックがたくさんになってきたので、またちょっと一回ね、帰りましょうか。さあ、バットとかもなくなっちゃったんでね、作りたいんですけれども、いよいよ木材が本格的に足りなくなってきました。おそらく与えられた物資を間違った使い方しすぎてしまうと、積んでしまうゲームになる可能性はあるかもしれません。序盤のあれがめちゃくちゃ痛い。お隣さんのお父さんとお母さんが帰ってこなくなった家が気になってちょっと寄ってみました。まだ生きてますね。大丈夫みたいですけれども、まだ帰ってきてないみたいです。ちなみにここに話しかけて水を与えると食物の種をなんかもらえます。今回もハーブの種がもらえました。さて、スーパーマーケットの探索をね、ストーリー通り進めたいんですけれども、ちょっと木材を求めて、それ以外の場所でまだ探索できてない場所をいろいろ探してみることにしました。どっかにねえか木材はよ。ドアをこじ開けて中に入ります。この建物の中では、何やら猫の鳴き声が聞こえるようです。どうやって生きてたんでしょうかね。いや、でも猫ならきっとゾンビの世界でも生き延びちゃうんだろうな。なんとかしてその猫に餌を与えたいですね。ひょっとしたらこの中に猫がいるかもしれない。バールでこじ開けます。あ、まあ、アイテムがありましたね。おはちょっとなんか死体入った。死体入ってた。死体入ってました。ん？いや、死体だと思ったらゾンビじゃねえかよ。おい、やったな、これ。うわ、やりやがったの、これ。わあ、バイオハザード方式やりやがった。バイオハザード RE2 で俺が一番びっくりしたパターンのやつやりやがった。とんでもないわ、これ。とんでもねえゲームだぞ、これ。まあでもおかげでね、ミルクを手に入れました。ちょっとボールにミルクを与えることで出てきましたね、猫ちゃん。ああ、もうこの世界の癒し。この猫は子猫ですね。コーディと同じように子供です。ミルクに満足した子猫は何かを私たちにくれるようです。そこに何かあるんですか？出てきたーい！もらえたのはチョコレート。うわー、嬉しいね、チョコレートね。糖分欲しいよね。荷物いっぱいだわ。どうするよ。こんな時はね、ビスケットドカ食いですね。まあ、手に持ってる食べ物を全部食べ尽くして、新しい食べ物を手に入れていきましょう。さあ、猫が出てきただけで、一気に癒されて、あれ？このゲームって動物の森だっけ？と勘違いしてしまうほどになっているんですけれども、いつまでもここにはいられない。母親には時間が限られているので。結局のところ、木材は見つかりませんでした。マジで木材足りねえ。とはいうものの、車が動かせるようになるまで、あともう少しですね。そんなある日、母親は床に着くと、ある夢を見ます。絶対にコーディをそんな目に合わせない。そう誓いました。なんか、翻訳めちゃくちゃなんだけど、なんかね、ちょっと泣きそうになっちゃいました。このシーン。そんなコーディもたくましくなり、とうとうスキルを覚えられるようになりました。覚えちゃいました。これでコーディがゾンビに攻撃することができるようになりました。では、コーディに攻撃してもらいましょう。コーディ、どうぞ！いいですね。これもう完全にゴッド・オブ・ウォーじゃねえかねえ。ゴッド・オブ・ウォーだろこれ。アトレウス。それにしてもこのスーパーマーケットはかなり難関。ちょっと固めのゾンビがたくさんいたりするし、あちこちにゾンビがいてね、囲まれたりするんだよね。これつれえわ、マジでつれえ。過酷な状況を振り切って奥にある扉の先に進んでみました。そこにはなんと人が、しかもちょっとなんか頼もしそうと思ったんですけど、この人武器も何もなく身動きが取れなくなったそうで役に立たねえ。だけどすごいいい情報が手に入ります。え、ちょっと解毒剤、え、それマジなん？え、母親はゾンビにならずに済むルートある？ひょっとしてマジで気になるストーリーになってきました。え、どうなのどうなのどうなんですか。ひょっとしたら悲しい結末じゃないかもしれない。そう思うとがぜんやる気が、コーディーがぜんやる気が出た後のコーディーやられ、これはマジダメ。こんなのダメ絶対。まあ何はともあれですね、スーパーマーケットの探索を頑張ったおかげで車を修理することができるようです。ほらコーディー、よく見て学びなさい。こうだよ、こうするんだよ。学んでますねコーディー君。やったぜ。これで新しい地域に行けるようになります。新しく行けるようになったのは森林公園、キャンピングカー、おじさんの農場と書いてますね。ちなみに向かう先によってはどんな資材が取れるのかっていうのが分かるように実はなってたりもするんですよね。ところでこのキャンピングカーっていうところ、ここにはたくさんの人が生きてるらしいんですよね。行ってみたい。本当だ、人がいる。え、ここで協力して生きていけばいいんじゃねって思うかもしれませんけどね、母親はゾンビに噛まれちゃってますので時間がないんですよね。まあここに息子を託すっていう方法もあるかもしれませんけれども、おそらく母親はその選択肢を選ばないでしょう。コーディーをしっかり強く育てる、残された時間で母親はその選択肢を取り続けるのではないかなと思います。ところでこの中に入れてくれねえってさ、まあよそ者だからね。しかし酒3本で入れてくれました。こいつ安いぞ。さあここの集落の中には念願だった木が手に入ったり、村人とトレードすることもできるんですよね。必要な素材を交換しましょう。焚き火では料理することもできますね。うわうまそうだな、ローストポテト。このゲーム魚釣りもできるので魚を釣ってこなきゃいけないですね。もちろんスープみたいなものも作れます。とまあこんな感じで、車が修理できてからは急に広がりを見せてくれましたね。果たしてどんな結末を迎えるのかすごい気になったりもするんですけれども、このゲームね結構面白いです。翻訳ガバガバな感じでちょっとって思うところもあるといえばあるんですけれども、うまく脳内変換できていけばゲーム自体はね結構面白かったりします。ただ結構難しいので、まあ、この先のね、物語が気になるよっていう方は、ストーリーモードで、あ、ゲームを遊んでもいいんじゃないかななんて思っております。私はこのサバイバルモードでもうちょっと頑張ってみようかなって思っております。皆さんもぜひ、コーディーをなでしこしてください。なでしこなでしこ。といった形でいかがでございましたでしょうか。アンダインは、Steam で今アーリーアクセスなのかな、価格もねインディーゲーらしい結構リーズナブルな価格での、発売となっております。めちゃめちゃ気になるこの先のストーリーはどうなっていくのか、その先はね、まあ、皆さんの目でお確かめください。いや続きめちゃめちゃ見たいっていう要望すげえあったらゲーム実況の方のチャンネルでやってもいいかなっていうレベルでかなりいいかなと僕は個人的には思っております。皆さんはどう感じましたでしょうか。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。